家を亡くしたり家族を亡くした人が多いんですよ。仕事がなくなったらここにいる、ね、もう理由がなくなっちゃいます。これみんなで一緒にやろうねということで、それがまあ自分の励みになるしね、いてくれると。何頭ぐらいじゃない地域にとっての一歩でもあったんですね。ここにね、一番にね、魚を早く揚げよう、一時でも早く。海はね、明日からでもできるんですよ、すぐ。あの種さえ入れればすぐ伸びる、大きくなるんですよ。津波っていうのは要するに海が壊れたわけじゃないから、海は勝負は早いですよ。